本日はですね、リライズショートストーリー、ゲストにですね、幸せリーダーズ、合同会社、共同代表の浅野香里さんをゲストに、お招きしております。本日はよろしくお願いいたします。こちらこそ、機会ありがとうございます。はい。ではですね、早速、浅野さんのですね、現在されている、自己紹介ですね、簡単にしていただけますでしょうか。ありがとうございます。肩書き今3つ名乗っておりまして、1つ今ご紹介いただいたシャルセリーダーズ合同会社の、共同代表、それから働く幸せ研究会という研究会を共同発起人として運営をさせていただいているのが2つ目。で、3つ目は、慶応大学大学院の、SDM で研究員として、実は幸せの研究に携わっております。どれもやはり幸せがキーワードっていう感じなんでそうしょなんですよ。うか。ああ、なるほど。ぜひその辺のお話も後ほどお伺い、させていただければなと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。早速ですね、一つ目からのご質問をさせていただきたいと思います。はい。一つ目の質問なんですけれども、浅野さんのですね、どのような夢やですね、ビジョンをお持ちですかってことを、お聞かせいただけますでしょうか。ありがとうございます。今、壁紙にちょっと字が小さいんですけれども、ここに実は弊社のパーパスであり、私個人のパーパスを載せております。私たちは幸せリーダーの育成を通して幸せな世界を、共創しますっていうパーパスですね。どんなことを大切にして生きていきたいんだっていう宣言、会社としてもっていうね、役割の宣言と思っていて、先ほどの夢やビジョンっていうことで言うと、これがちゃんとそれを社会に現れた形っていうのが、こう、イメージしている未来の、姿になります。幸せリーダーって言った時にですね、説明が必要かなと思っていて、ね、幸せリーダーって何とか、あなたの言う幸せって何っていうところを少し説明させていただいていいですか？お願いします。幸せってこう、ちょっとね、抽象度が高い言葉で、例えば、園田さんだったら幸せって聞くと、なんか、どんなものをイメージします？心が満たされている状態っていうのが、もう私は考える幸せなのかなって思っております。素敵です。ありがとうございます。私の口からね、こう、幸せって言葉漏れちゃうときって、一番わかりやすいので言うと、あったかいお湯に入ってですね、はぁ、幸せ、みたいなこととか、とかね、昨日も堂島ロールさんの、プリンを食べたんですけど、一口食べて、はぁ、幸せっていうね、そういうのもね、幸せってよく日常で使うじゃないですか。で、弊社の言う、もう幸せリーダーの幸せっていうのは、それらってこう一時的な感情でね、幸せの一部だと思う。いわゆるハッピーっていう感じの感情ですよね。それらも含めた、もうちょっとこう持続性のね、高いですね、ウェルビングっていうことを幸せって呼んでるんですね。ウェルビングっていうのは、良い状態ですよね。良い状態。これが、幸せと呼んでいて、例えば、私の関心領域は、働くフィールドでの幸せ、働く幸せっていうところが、一番関心が、高いところなんですけれども、その仕事での幸せっていうと、いくつか、あると思ってて、例えば、成長できる喜びとか、それから、これなんか、少しだけど、こう社会のね、なんか、がいい風になるように、なんかこう、つながってるなっていう、じんわりした感覚とか、とか、なんか、こう、いい仕事が、できた時の喜びとか、なんか、働くっていう中には幸せがいっぱい詰まっているなと思ってまして、だから、幸せリーダーっていうのは、そういう風にメンバーがですね、その良い状態、ウェルビーイングな状態、成長できるとか、ね、自分の力が発揮できるとか、そういう良い状態になるように、こう、リーダーシップ発揮する人のことを、幸せリーダーって呼んでるんですよね。良い、そう、メンバーの良い状態を作るのに、やっぱり私すごい、人ってすごいやっぱ影響力ってすごくあって、その影響を与える人をなんかどんどん作っていきたいなっていうのが、この私どもの言う幸せであったり、幸せリーダーっていう意味なんです。
なるほど。そうやって自分だけじゃなくて、その周りの方々も、仕事仲間、皆さんが、その自分の力を発揮できるような、リーダーっていうのは、幸せリーダーズっていう考えたら、そうなよんろでしす。いですかね。そうなんです。そう。今、そのにおっしゃっていただいたように、リーダーじゃなくて、リーダーズっていうのは、そういう人たちが集まった状態っていうか、増えているイメージして、います。確かにね、そういった方が、会社の中でね、どんどん広がっていったら、本当に会社全体は本当に幸せでいっぱいなね、そうで会す社よになりね。ますよね。そうなんですよ。それでそう。だから夢で、とかビジョンで言うと、ちょっと野望っていう感があって、コロナで、誰も想像しなかった、パンデミックが起こって、世界中を瞬く間に、ね、変わってきましたよね。あれの、反対バージョンができるんじゃないかと思っていて、なるほど。ね、たかが1年でバーッとその、まあ、嬉しくないものが広まっていったわけですけれども、この幸せに働ける、幸せに生きていけるっていうことも、可能性ゼロじゃないじゃないですか、まだたそうくさですね。確かに。ん。一応、科学的根拠があって言ってるんですけれども、実は園田さん、幸せは伝染するって聞いたことあります？科学的にはずっと知らなかったですね。あるんですよ。私はこれ多分、今、前は企業の中にいて、独立して5年なんですけど、起業のきっかけになったのは、この研究を見たときに、わーっていうのがあったんですけど、ハーバード大学が20年も、渡って、追跡した調査で、幸せが移っていくっていうことが、肥満も喫煙習慣も伝染するんですけど、幸せも伝染するっていうことが、されて、すごい大規模な研究で、確か100万ドルの予算が当てられた研究だっていうふうに聞いていますけれども、やっぱり幸せな、自分が幸せな状態であると、実は直接のつながりなら、その人が15%幸せがアップする可能性があって、友達の友達なら10%で、友達の友達の友達なら6%。すごい伝染で、力ですね。そうなんですよ。これをですね、ハピネスクラスターって言うんです。クラスターなんですよ。すごい。いいクラスターですね。そうなんですよ。そういうクラスター。それね、パンデミック、コロナより前の、研究、2003年まで行われた研究なんですけど、そう、研究名も幸せの伝染っていう研究名なんですよ。もう、まさに すごい。じゃあ、その論文を、浅野さんが読まれたのが、この今、幸せリーダーズをやろうと思ったきっかけになるんですかね。いや、きっかけは、後の方の質問でまたもうちょっとね、お話ししてくれたんですけど、これが、そのビジョンっていう時に、根拠というか、それは、生きてるうちにどこまでかはあれですけれども、そっちに向かっていくことは可能だなっていうのが、一応根拠があって。なるほど。ありがとうございます。そうなんですよ。いや、そんなね、科学的な根拠も、すごい、ハーバード大学でのね、研究あることね、知ったらさらにですね、幸せ、どんどん興味が湧いてきました。ありがとうごよざいかまった。す。幸せリーダーに。どう ぜひ。じゃあ、次の質問に、移らせていただいて、ではですね、幸せリーダーズ、こちら、具体化するため、具現化するためにですね、どのような目標や計画を立てていますか？これ質問すごい答えが早く終わるんですけど、目標や計画はありません。あえて、それ作られてないってことなんでしょうかね。まず一つには、ない方がワクワクするっていう個人的な習性もあるんああ、なるほど。ですけど、一つの理由はですね、特に、一つ目の肩書きで、企業に向けてのコンサルとかもね、やらせていただいてるんですけど、良い状態を作るってコンサルは、一緒に作っていくプロセスなんですよね。
だから、こう、聞いていって、行くと何が出てくるかわかんないんですよ。なるほど。なので、そこは柔軟にしていて、うん。でもなんかそのアプローチが良かったのか、今年の売り上げは去年の2倍になってました。おお、すごいですね。だから、2番目のああ。のはすごい短く終わりました。じゃあ、企業のコンサルをされていて、一緒にお話ししながら、具体的にしていくみたいな感じってそうでこすとですね。かそうね。ですあ、ね。はい。なるほど。現在ですね、どのような活動指針を持って、どのような、基本活動されているのか教えていただけますでしょうか。い。ありがとうございます。はい。まあ、基本活動は大きく2つあるかなと思っていて、まあ、インプットとアウトプットっていうんでしょうか。もともと私、企業の中で人材開発、組織開発って仕事を長くやってきたんですよね。で、その時、で、今回、この後のきっかけの話にもなるんですけれども、まあ、幸福学っていうものを取り入れて、企業にお伝えしているっていうことなので、そのインプットの方は、そのアカデミックな知見をですね、をこう、勉強するっていうか、お客様にお届けできるための、まあ、知恵であったり、スキルであるっていうのを、取り入れるっていうことは一つの基本活動になっています。で、そして、まあ、実際にそれをお届けするっていう活動で、まあ、人づくりとか組織づくりって、まあ、すごくたくさんの方法があるわけですけど、まあ、一番わかりやすいので言うと、研修っていうフォーマットありますよね。研修で教育するっていうフォーマットがあるんですけど、まあ、それに限らず、例えば、その組織のアセスメントをしたり、現状を知ったり、それからまあ、経営陣で合宿をしてね、どういう方針でいくかって一緒に話すところのお手伝いをしたり、3ヶ月に1回マネージャー陣が集まって、どんなことを実践をリーダーシップやっていて、何がうまくいかなくて、何がうまくいったみたいな対話会を、ファシリテーションをしたり、来週は千葉に行って、なんか心理的安全性の、高いチーム作りのちょっとお手伝いをしたり、いろんな、組み合わせで、リーダーや、チームがウェルビングであるようにっていうことをやっています。なるほど。はまあ、いい。ろんな、研修やコーチングや、まあ、いろんなことを取り入れながら、幸せリーダーズを、どんどん作っていらっしゃるっていう感じですかそうね。ですね。はい、その通ありりがです。とう。四つ目とですね、五つ目の質問なんですけれども、その夢やですね、ビジョンを持ったきっかけは何ですか？またですね、そのような発見や出会い、どのような発見や出会いがあったのか、お聞かせいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい。なんかきっかけっていうとですね、ある時からの方向がパッと変わったみたいなことをちょっとイメージするんですけど、私の場合はこう、なんか人とのこうね、出会いとか、なんか印象残る経験でこう徐々に何か道が作っていったような感じがするんですよね。で、まあでもその中でも、すごく今やってることに直結する2つの経験についてシェア今日はできればなと思って、いまして、一つ目は、リーダーシップっていうことについて思うところがあるっていうことの話なんですけど、もう20年も前の話なんですけどね。当時のそのアメリカ人の上司が、私にですね、まあ、香織はね、リーダーになる人だからねって言ってくれたんですよ。ね。で、当時私のアイデンティティは何かっていうと、パワポの資料を作らせたら、私に出る人はいないっていう性格だし、はい。早いし、性格だし、美しいっていう、そのなんか、スーパー OL っていう自分のアイデンティティがあって、はい、この余白が美しいとか、なんかそのこだわりだったんですけど、だからその上司が言った、この人、私のどういうところを見て、それ言ってんだろうと思ったんですけど、でも本当に思って言ってる感じだったんですよ。だから、それがちょっとなんか残ってて、
で、徐々にやっぱり私は、こう、フォロワーじゃなくて、こう、リーダー、誰かにいい影響を与える人だとか、やっぱり人にいい影響を与えられるっていう考え方が一つのきっかけになったと思います。で、もう一つはですね、2015年、今から7年前にですね、マインドフルネスっていう、ご存知かもわからないんですけど、まあ、心の筋トレとか言われているメソッドに出会ったのと、それから、あとは、今もお世話になってるんですが、慶応大学大学院の前野教授っていう幸福学の第一人者って言われてる前野先生との出会いがあって、それまでも人材開発扱ってきたんですけど、幸せはスキルで伸ばせるっていうことを聞いて、衝撃的じゃないですか。なんか。そうですね。すごい言葉ですね。なんで、こう、いや、幸せって環境次第でしょうとか、周りの人次第でしょうっていうふうに思っていて、いやいや、スキルでね、伸ばせるんだよっていうことで、まあ、人材開発のね、専門でやってきましたから、あ、そこは私、お役に立てるとこだなって、こう、人にどんどん広めていく価値があることだなっていうことで、まあ、自分の生かし方って変、ちょっとあれですけど、なんか差し出せる領域っていうか、決まったって感じですね。そのきっかけになったなって思ってます。その2つの出会いが今の、幸せリーダーズを広げるっていうことをされるようになったきっかけってことですかね。そうなんです。いや、でもすごいですね。当時、自分のことをね、スーパーオイルだって思っていたのに、その上司の方がね、あなたはリーダーができる人だからねっていうの、聞いたとき、どんな印象だったんですか？なんか聞いたときは、はてなはてなって感じですよね。それまで言われたこともなかったし、思い当たる節がなかったんですよ。何を見て言ってるんだろうっていう感じで。びっくりしましそれた。がなんかな、な、な、例えば何年後かになんかそのリーダーの素質っていうのは実感として湧いてきた感じなんですか？いや、それいい、本当に、コメントで、やっぱりこう、まあ、50過ぎてるんですけど、やっぱ残りの人生っていうのを考える時になって、あ、じゃあ自分は社会に対してどういうことをお役立てるかなとか、何残せるかなって、なんかこう、領域絞るっていうか、なんかそんな気持ちになってきた時に、なんかこのね、やっぱり、まあ、周りがどうであっても、自分が何かこう、自分からやるっていうか、なんかそんな気持ちが湧き上がってきたじゃあもうね、なんかまさに作る側っていうんですかね。自分自ら何かクリエイティブな音を発揮されてるっていう感じですかね。そうですね。自らっていうか、なんかそんな、まあ、幸せを扱ってるので、なんか、そんな、なんていうかな、誰かを幸せにしてやるとか、そんなことはできなくて。だけど、皆さんが持ってるその種を、あ、超えたら大きくできるんじゃないですかっていうことは、なんかできる。すごい素敵ですね。ありがとうございます。まだね、そういった種にも気づいていない方がたくさんいるってことですよね。いや、本当そう思ってて。なんで、ね、誰だっていい仕事したいし、成長したいし、役に立ちたいしって、絶対、ね、今そういう思いになってなくても、絶対種あると思いません？そうですよね。あると思います。最後にですね、浅野さんからぜひ、視聴者の皆さんにですね、先ほど幸せの種とお話も、素敵なお話もありましたけれども、メッセージありましたら、ぜひ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。一番初めに夢やビジョンって聞いていただいて、多分どなたにもね、なんかあると思うんですよね。言葉になってないかもしれないんですけどね。で、私の場合はそれまでの経験とか出会いとかで、そういう幸せリーダーを、育てるっていう分野をね、絞って、その幸せな世界を作るっていうところにつなげたんですけど、やっぱ皆さんがここのね、変数、何かっていうのを決めてやってね、それぞれがそれぞれの持ち場でね、幸せな世界を作るっていうことを一緒にやっていけたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます。はい。先ほどのお話にあったようにですね、コロナウイルスじゃなくてですね、幸せのウイそルスとでもいいんですかね。うそう。男性の、クラこれスはター。本当にね、自は分い。の社内や、それだけじゃなくて、家族にね、広がっていったら、本当により良い社会になっていくな、という、浅野さんのお話聞いて思いました。はい。本当に今日は、貴重なお話いただきまして、本当にありがとうございました。園田さんもなんかこう、受容の姿勢でいてくれたので、私も安心して話せることができました。あり貴が重とうにござい感ま謝す。申し上げます。ありがとうご本当ざにいま幸しせた。でいっぱいです。ありがとうございました。